今日はですね、サバの味噌煮をやっていきたいと思います。皆さんよくね、家庭でもまあサバ味噌煮作ったりとかね、まあ召し上がったことあると思うんですけど、やっぱね、サバ美味しいですよね。でこれからまた秋に向けてね、サバがすごい美味しくなってきて、脂が乗って美味しいと思います。小川流の本当に美味しく作るサバの味噌煮を作っていきたいと思います。まず調味料の紹介をしていきたいと思います。サバがですね、まあ2切れ、まあこれ1本分ですね、まあ、大体 300g 前後でいいと思います。まず酒が 50cc になります。水が 180cc、 味噌がこれ 40g になります。でみりんが 30cc ですね。みりんが 30cc、 砂糖がこれ 15g になります。で最後に醤油が 10cc になります。で味噌はですね、まあ、家庭用の味噌、もちろん皆さんお好みでいいと思います。これはね、合わせ味噌になります。そしたらですね、まず買ってきたサバですね、これをまず、まあ、半分にこういう感じで割ってあげます。こちらもですね、半分に割ってあげます、はい、そしたらやっぱりサバってやっぱりどうしてもまあ、青身魚ってちょっと生臭いとか、やっぱりこういう血とかがねついてますので、一回これをですね、まあ、湯引きとかよく言うんですけども、まあ、今からちょっとやっていきたいと思います。沸騰したお湯に、まあ、こういうのでサバをですねさっとくぐらせてあげます。さっとくぐらせてあげたら、こう冷水、氷水でもいいし冷水に落とします。やっぱりこうやってね、お湯に湯引きすることによって生臭みが抜けますので、ね、まずやっぱりこの作業をやるだけで全然やっぱり最後に煮た後に臭みもなく美味しく食べられますので、はい、そうしましたら氷水入れたらですね、この皮とか、あとはこの、まあ、中について血合いとかきれいにここで掃除してあげる、ね、したらペーパータオルに置いて、ここでやっぱりピシッとまた水気を取るということが非常に重要になっていきます。ここでまあ骨とか取れんであれば、こう結構腹骨なんかも取りやすいので、取れんであればね、食べた時にやっぱ骨がない方が、もしお子様なんかも食べやすいと思いますので、でここでもう一個ポイントとしてはね、一回水、冷水で洗った後はここでしっかりと水気を取ってあげてください、ね、ここのお腹のところにね、ちょっと軽く切り身をこうやってこういう感じで入れてあげます。そうすると煮るときにですね、中にまでしっかりと出汁が入ってきますので、入れたときにですね、ちょっとこうやって切り身を入れてあげてください。もう軽くちょこっとこういう感じですね、切り込みをこう入れていきます。それでは今から、サバの味噌煮を作っていきたいと思います。はい、そうしましたら、先ほどの、まず酒、水、砂糖、みりんと、そして醤油、これはもう全部合わせちゃいます、はい、でこれよく混ぜていきます。で味噌、これポイントになるんですけど、これ 40g あるんですけども、ここでポイントで半分の 20g だけ、まあ大体半分でいいんで、で 20g の半分は後で使うので、これは取っておいてください。ここがポイントになります。で残りの半分はこっちに入れていいです、はい、であとはこれをまあ混ぜていきます。はい、ある程度混ざったら、じゃあこれを鍋に入れて、まあ、火をつけて鍋に移します。で、まあ、沸騰するまで待ちましょう。
そうしましたらこう沸いてきました。沸いてないとこから入れるんじゃなくて、やっぱ沸騰したとこから入れることによって身がふんわりとね、煮上がるので、必ずこれ沸騰してから皮目を上にして入れていきます。そしたらこれは今から火加減はだいたいやっぱり中火ですね。中火でだいたい10分煮ていきます。サバとか青魚ってちょっとやっぱりこう生臭みがどうしても出てしまうので、そういう時にですね、この生姜、もちろん生姜の戻し汁でもいいんですけど、やっぱこう使った後のこう皮もね、入れることによってすごい臭みを抜いてくれる。これをまあ2枚ぐらいこう入れていきます。そしたらですね、もちろん落とし蓋でもいいんですけど、煮る場合はね、こういうアルミホイルこうかぶせるようにこうちょっとつけるような気持ちでやることによって、この沸騰の泡がね、ちょうどこううまく上の方まで全体にこう煮つけるようになるので、逆にこういうねアルミホイルでこうかぶせて、これで中火で10分煮ていきます。はい、じゃあ今ね10分経ちました。ちょっと開けてみましょうね。お、いい感じに煮上がってきましたね。はい、そしたら10分今経ちましたので、一回火を止めていきたいと思います。でね、これで火を止めて、これで冷めるまで置いていきます。このままコトコト時間経ってしまうと、やっぱりサバがねすごいパサパサになってしまうので、やっぱり10分でもなるべくこう中火でバーッと煮詰めたら、あとは染み込ませるのは火を止めてゆっくりと、まあ、冷めるとね、やっぱりこう味って染みてくるので、このまま置いておきます。はい、そしたらですね、先ほどボイルして時間を置いて、ちょうど今冷めました。でこれで冷めたことによって、この味が中にこう染み込んだわけですよね。はい、そしたら今からじゃあ、ね、このまま本当は置いとけば置いとくだけ味は染み込みます。で食べる直前になったら、火を今度は弱火にしてゆっくりと温めていきます。はい、じゃあね、弱火でサバが温まってきたので、今から盛り付けをしていきたいと思います。そうしましたら、サバを皿に盛ったら汁だけ残ってますね。そしたらこれを弱火にして、で先ほど残りの味噌の 20g をここで入れるんですね。ここがポイントになります。こうすることによって、この最後のソースが非常にこの味噌の風味とサバの旨味が入った美味しいタレができるんですよね。であとはこれをね、弱火でゆっくり、まあ、お好みで煮詰めていきます。ちょっととろみがつくぐらいまでの方が美味しくなります。はい、で火を止めて、まあ、弱火で煮詰めて味噌が入ったのを上からかけてあげます。この味噌だれが最高にうまいですよね。この上に、まあ、針ネギをちょっと乗せます。乗せて、針生姜ですね、まあ、一緒です。ちょっと刻んだ生姜、生姜を短く刻んだのをこう乗せて、はい、これ小川特製サバの味噌煮の出来上がりです。見てください、もう見るからにめちゃくちゃうまそうですね。もう今ね、すごい味噌の香りがふわーっと入ってね。じゃあ今からですね、出来上がったサバの味噌煮を食べてみたいと思います。いや、見てください皆さん、これ美味しそうですよね。じゃあちょっとこの辺の身の厚いとこからちょっとズバッといって、それではいただきます。最高です。やっぱね、強火で煮ることによって、まあ、強火というか中火でですね、ぶわっと煮ることによって、本当に身がふんわりしてます。パサパサ感がないんですよね。そして後入れで味噌のね、後入れることによって、しっかりとね、この味噌のタレがこうサバにね絡みついて、すんごい美味しいです。ぜひともね、皆さんこれチャレンジしてみてください。すごい美味しいよね。これからもいろいろな動画をまた撮っていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん
ね、良くても悪くてもグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。